よ。これはちょっと、あの、誰か行った方が。でもどうしようもない。いや、ほっとくのもあれだけどな。え、俺か？俺が行くのか？でもちょっとそっとしてあげないと。今衝撃の事実すぎたからな。で、みんなもそうだしな。多分みんなも受け入れる時間がいるよな。彼女を追ってくる。俺かい？ちょっと今嫌な予感してたけど、俺が？なぜ自分がそっとしておいた方がいいけど。重い役割だな。でもまあ、いや、どうだろう、風花ちゃんとかの方がいいんじゃないかな。ちょっと最近仲良かったの風花ちゃんだし。なんで僕がって言うと、なんかお前ってなるけどね。え、お前ゆかりのこと気にならないのかみたいななっちゃうけど。いいけど、もうなんかちょっとなんか気になるな。そっとしたいの方がいい気もするけど、なんかあったら困るしな。一応様子は見た方がいい気もする。いいけど、すまない。まあ一応リーダーだしな。なんかでも風花ちゃんも一緒に来てほしい感じはあるわ。女の子として最近仲良かったし。ああ、海か。何このしんみりした曲。ずっと信じてたのに。こんなのきついよ。きついな。覚えてる？前に病院で言ったこと。最初に俺が目覚めた時だよね。私のお父さん子供の頃に死んだって。さっきの話で分かったでしょ。あの事故が原因なんだ。まあぶっちゃけもっと前から分かってたけど。まあなんかゆかりも多分ね、分かってはいたんだろうけど認めたくなかったんだろうな。普通の人は真相なんて知らないから、当時は根も葉もない噂が立ってさ。父さん主任だったから世間から目の敵にされてね。そう、これはね、いくつきが言ってましたね。やっぱあれも栄一郎のことだったんだな。で、思ってたよりゆかりんがちょっと落ち着いててよかった。安心したわ。来ないでとか言われるかと思ったけど。いろんな場所を転々と引っ越したの。そっか。どんな身にって言わせるのは酷だよね。まあ、ここは受け止めよう、ちゃんと。そうだったのかっつってな。でも私ずっと信じてた、父さんは悪くないはずだって。まあそうだよね。小さい頃から大好きだったし、絶対悪いことするような人じゃないって。まあだから父さんもね、良かれと思ってなんだよな。多分なんか騙すような形だったとは思うんだろうけど、そのキリジョーのじいちゃんからね、いや世界平和のためだとかなんだとか言われたんだろうな。まあ確かに時が操れればね、人類のためにはなるんだろうけども、ただちょっと悪魔的だったよな。実は春頃ね、手紙が届いたの。10年前の父さんから家族へって。ちょっと記憶を共有して読ませてもらったわ、ゆかりん。笑っちゃった。ほとんど私のことしか書いてないんだもん。そうだね。だから信じようって思ってたのに。だから自分に力があるって分かった時は偶然じゃないって思った。そうだな。怖かったけど、霧城グループのそばにいれば父さんのこと何か分かるかもって。ああ、それが理由か。ゆかりんがこの活動に参加していた。まあそれはそうだよね。だからペルソナ使いになって戦いも続けてきた。でもさ、なんていうか、そんなの無駄だったんだよね。無駄じゃないだろう。無駄だったね。気になるな。無駄だったね。サイコパスすぎるだろう。元気出してっつってもね、無理があるからね。元気出しようがないからな。無駄じゃないよ。結局お父さんのやったことの真実は分かったわけだし、父さんの声も聞けたわけだし、その父さんのやり残したことのケツ拭いは我々がしなきゃいけないわけだし、それもまたなんか運命的だしな。気休めだよそれ。現実ってきついよね。きついよな。怖いの我慢して戦ってるのにどうにもなんないよね、これじゃ。まあでも、まあお父さんがね、栄一郎が、まあ、人類のためというか世界のためをね、
望んでやったという意味では、最後の最後ね、こうするしかなかったんだって言ってたじゃん。いや、多分何かしら最後の最後止めたのはお父さんだと思うんだよな。で、その意思は継ぐ必要があるんじゃないかなって思いますよね。うん、世界が滅ぶ可能性があったんだけども、おそらくそれを止めたんでしょう、お父さんが。それに私、もしかしたら嫉妬してたのかも。嫉妬？あんなことがあったのに、なんで霧城先輩にはまだお父さんがちゃんといるのかって。そうだよな。おそらく唯一の生き証人みたいだからね、霧城先輩のお父さんはな。みっともないね、私。まあでもね、多分だけど責任を取る必要があったんじゃない、その後始末のな。うん、そんなことない、自分を責めるな、そんなもんだろ。みっともなくはないよ、立派だよな。逆に言うと大人たちの後始末を今までやってきてるわけだからね、これからもやらなきゃいけないわけだ。そんなことないでしょ。すごいよね君。俺もなんかあったはずなんだけどな、過去に。いや、実は俺の両親も10年前の事故で死んでいてね、ゆかりん。いつもそうだよね、一人だけ冷静で余裕あって。ああ、それをたまにね、純平からは叩かれることもありますけどね。そうやって私のことを慰めて支えてくれるってわけ。支えようじゃねえか。き、分かったような顔しないでよ。なんでみんな俺のこの仏頂面にそんな怒るんだよ。あなた、私のことは何も。違うんだよ、ゆかりん、聞いてくれ。俺も同じなんや。ごめん、私余裕なくてわけわかんない。ちょっとずるいわ。キリジョさん、あれですね、私の両親のビデオないんですか？私の両親のビデオ流してください。なんか怖くてもう全然わかんない。いや、ね、ゆかりんは十分大人だと思うけどな。こうやって正面から相対してるわけだしな。教えてよ、私これからどうしたらいいのかな。わからん、それは。信じてればいい。ちょっと酷ではあるけどな、また一緒に戦いたい。とりあえず戦おうぜ。まあその後でしょ、これからどうするかっていうのはな。今は目の前にあるね、尻拭いをやらないと。すごいよね君。ごめんね、私のことばっかり。あなたも両親亡くしてるのに。ああ、そっか、知ってるんだ。そうだそうだ、その元々俺のね、プロフィールは全部知ってたね。監視してたもんね、俺のことね。辛いのには慣れてるから私は大丈夫。でもあなたと話せてよかった。まあある意味主人公はさ、プレイヤーの俺はちょっとまた違うけど、この主人公はまあ両親いないっていう意味ではゆかりんと共通だからね。まあ気持ちはわかる部分もあるんじゃない。まあそういう意味では近いな。連れてこいって先輩に言われたんでしょ。まあ見てこいって言われました。え、なんでって思ったけど、ごめんねゆかりん。まあそう、そういう意味では似た者同士だよな我々。だからまあゆかりんの後を追うのは俺が敵役だったのかもしんないね。関係ないね。ちょっとカッコつけとこう、ここは。言われたけど言われたけどカッコつけよう。おいおいおい、かっこいいじゃん。おい、頬染めちゃってこれ。でもありがとう。おい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 、なんで意味が分かんない、意味わかんない。やるか。おい、ちょっと嫌な顔してない。おい、さっきの頬染めどこ行ったんだよ。抱きしめた瞬間に嫌な顔されてません？来るな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 、バカタレ。今見えてたろ。まったく遅いよお前ら、みんな心配してるぜ。お前は本当に空気読めねえやつだな。もうすぐ影時間だし戻ってこいってさ。あー、そっか、影時間じゃ危ないしな。え、あ、そっか。おかしいね様子が。あれ、なんかお前ら。うるせえ、殴れゆかりん、ビンタせ。
そっか、影時間って場所関係ないんだよね。ちょっと話題はぐらかし。たぐ、当たり前だろ。俺っち全然気づいてたぜ。いやー、でも順平来なかったら危ないところだったかもな。そのまんまもう行っちゃってたかもしんないな、これ。海辺の海岸でな。そのまんまもう行っちゃってたかもしんないもんな。危ないとこやろ、これ。私さ、最近思ったんだ。うん。ペルソナ使いは力に目覚めると影時間の体験を忘れなくなる。うん。それって力と引き換えに目を背けられなくなるってことなの。そうなんだよ。なんか順平とかね、真田はなんか楽しんでる節があるけども、有名なね、あのベンおじさんのセリフがあるじゃない。大いなる力には大いなる責任が伴うっていうな、ベンおじさん。忘れたい現実からさ。うん。やるしかないんだよね。やるしかないのよ、尻拭いを。だな。よっしゃ、じゃあ戻るか。いやー、なんだかんだみんな成長していってるな。うん。いやー、なんか君強いよねとか言ってたけど、ゆかりも強いと思うけどね。まだ見てるの。誰かに見られているような気がする。こんな夜の海岸で見晴らしもいいところで誰が見てんだ。いやー、なんか熱いイベントだったな。思わず抱きしめちまったよ。つい丸ボタンを押しちゃったよ。なんだなんだ、こんな山ですか。空気おいしい。あの、そんな格好で、まあ山ではないか、さすがに裏庭とかかな。そんな舐めた格好で山登んないよな。結構ハードよ、屋久島のあの縄文杉まで行くところの道。こんな森林浴なんて岩戸台じゃ絶対できないですよね。そっか、あそこ埋め立て地だからあんまり自然ないのか。気まずいよな。なんでこの3人でお出かけしたの。気まずいだろ、どう考えても。そうだ、昨日の純平くん。あの風花ちゃんがもうずーっとあれじゃん、気使って胃が痛くなるよ、風花ちゃん。なんだかやらしい話ばっかりで困っちゃいましたよね。そうだね、私たちだけで来てよかったかも。いや、気まずいよ、それは。風花ちゃんが板挟みやってる。あ、なるほど、心ここにあらずだったわけだ、ゆかりんは。無視してんだと思った。よかった、無視してなくて。はい、私です。うん。ああ、キリオくんか。ちょっと困ったことが起きて。そういえば、いくつきは来てないんだな、お前一緒にな。なんだなんだ？どうぞ。うん。今、島の研究所にいるんだ。あ、なんだ、来てるんだ。廃棄されて動かないはずだった機械が勝手に出て行ってしまったんだ。機械が勝手に出ていく？機械が歩くわけないだろう。どうした、いくつき？機械？うん。どういったものなんですか？シャドウ以外だと勝手が違うので。ねえ、そのリアルマシーンなんか相手にしたことないよ、我々ね。戦闘車両？実は対シャドウ兵器なんだよ。そんなのがあったの、ギリジョーグループ。対シャドウ兵器、やばいもん開発してるじゃん。要するに戦車ってこと？兵器開発してんの、キリジョーグループ。やばないそれ。実は今男子3名と別行動中でして、全員の招集には時間がかかりそうです。うん、しかもその兵器を我々一般高校生がどうにかできるわけないだろう。そうか、うん、頭おかしいのか、いくつき。とにかくできるだけ早く当たってくれ。私もすぐに戻るから。いや、研究所の大人たちが全力で探さんかい。何子供に頼ってんだ。もし目標が捕獲不能と判断される場合、破壊してもよろしいですか？うん。破壊はね、多分無理だね。我々だって影時間じゃないのにペルソナ使えないでしょ。無理って、そんなの本当に止められるんですか？なあ。とにかくやってもらうしかない。また後で連絡するよ。イカレいくつきだな、これ。どういうことなんですか？ダメです、みんな繋がりません。大人たちにやらせるよ。なんならあれでしょ、ご当主さんもいるんだから。まずは我々の装備を取りに戻ろう。うん。そうすれば山岸のペルソナでも探せる。もっとも島全体となると簡単じゃないか。あの、普段からペルソナ使えるんかい？もう肝心な時にどこ行っちゃってんのよ。なんだろうな、海で泳いでんのかな。電話出ないってことはな。まあ、そのための休暇だしね。
なんか仕事やらされてもちょっと困りますけど、こっちも。やはり海だった。3人で縄文杉を見てきた。あら、そっちも結構勝手じゃない。縄文杉まではだから遠い。なめた格好で今行ってたよ。あんな格好で行けないからね、縄文杉まで。結構大変だからね。なんだ、トロッコ跡みたいなとこあんのよ、トロッコ跡みたいな。そこあんななんか薄着とヒールみたいなやつで、いたらもうジャギジャギになるからな。これは山岸の地だ。うん。ああ、もうお互い勝手だな、本当に。夏に南の島へ来てなんで海に来ねえんだ。いや、屋久島に来てなんで縄文杉行かねえんだ、お前は。いいのか、それ人として。いや、それお言葉を返すようですけど、海よりも縄文杉の方が気にならない。お前が原因だろう。昨日のは重たい空気をなんとかしようって俺なりに気使ったんすから。 あんな目で見られたらちょっと水着着づらいか。何言うな。うん、まあでもそれはいいんす。大事なのは野郎3人でどうすんのっていう事実。ほんとだよ、ここで海3人いても意味ないよな。打ち合わせがなければ現地で調達、これ兵法の処方なりってね。あー、でもなんか他にいるの、ガールは。ズバリ名付けて屋久島磯釣り大作戦。磯釣り、磯釣り。ああ、なんかやなネーミングですね。ナンパのことか。ナンパのこと磯釣りって、なんかやだね。ねえねえ、どうすか、いつか真田さんいれば絶対行けます。真田はあれだもんな、女に興味ないもんな。真田はあからさまに引いているな。磯釣りっていうネーミングがそもそもちょっとドン引きだよな。お前の意見も聞いておこうか。いや、そんなこと言うとる場合か、これ。作戦開始。なら、いつもの通りこいつに現場指揮をさせる。うん。え、なんすかそれ。現場指揮だって。作戦だと言ったろ。なるほど。うわ、超へりくつだそれ。うん、全然乗り気じゃねえんだな、真田はな。真田は普通にトレーニングしてりゃいいな。ちゃんと真面目にやれよ、作戦だから。作戦な。何する気なのよ、本当に。え？マジでパーティー組んでやがる。え、どうしよう、これで戦車に出会っちまうんじゃないか、マジで。なんかそういう不穏な BGM 流れてるよな。これあれか、モノレールの時のあれかな、 BGM かな。ということは不穏というわけだよ、結局はね。ん？お、早速お姉さん発見。いるわ。レッツアタック。いるね。え、本当になんか戦うんじゃないだろ。お姉さんたちがシャドウ。普通にお姉さんだ。かわいいじゃん。お、早速目標補足。じゃあ早速行こうぜ。どういう作戦で行く？まあこういうところでの声のかけ方を隊長殿に教えてやるからよ。ナンパ慣れしてんのか、順平。まずはさ、相手と共通の話題を探し出すのが有効なんだよね。だから誰でも答えやすいような質問をするのが有効なのよ。おお、なるほど。どっから来たのとか、海楽しんでるとか、そういう単位のない質問で始めて、あとは会話のキャッチボールが重要なわけ。単位のない質問なんかされると、こいつなんか軽い男みたいな、なんか何にもねえ男みたいに思われない？大丈夫？まず俺が声かけて気を引くからさ、お前が切り出しの質問役な。よし、じゃあ行くぜ。真田先輩は何をすればいいんだ。ねえねえお姉さんたち、どこから来たの。まあどこから来たのかな。え、どこだっていいじゃん。あれ。おい、初手ミスってるじゃねえかよ。じゃ真田先輩、あ、そんなこと言わないで教えてよ。なんで急に教えなきゃいけないの。がっちりガード硬いね。なんでって、そんな冷たいこと言わないでよ。軽いんだよな。おい、この男が会話のキャッチボールなんだ。ねえ、ぶん投げられてるよ。ドッジボールじゃん。いや、これからっすよ、これから。あの、お姉さんたち大学生ですか、それとも OL さん。あのさ、君たちまだ若いよね、高校生とか。ああ、まあこれでね、否定したらちょっとねアホだと思われるんで、その通りです、高校生です、僕たち。高校生が屋久島観光か、なんかムカつくよね。ムカつくとかよくわからないな。本当だよな、たまたま友人の別荘に招かれているだけだけど。あ、余計これ魚でしちゃうぞ、真田先輩。へえ、友達の別荘ってすごいじゃん。うちらは稼いだ自分のお金で遊んでるんだけどさ。あ、そりゃ偉いっすね。
別に偉いわけじゃないけどさ、何これ、何が楽しいんだよ純平。何も楽しくねえぞ。で、君たち何の用かな。うん、用はない、見せろ。はい、じゃあまたね。消えた。見事な会話のキャッチボールだったな、純平先生よ。かなり頑張ったじゃないですか。そんなこと言うなら真田先輩が手本を見せてくださいよ。ん、手本を見せろだと。真田はいつも自分の方に寄ってくるのをね、こう払いのけるタイプだからな。自分からナンパしたこととかないんじゃない。なんで俺がそんなことしなくちゃならない。でここにいる3分の2はもう別にもうよくねってなってるのに、純平一人でやればいいんじゃないのか。だってこれ作戦なんでしょ。作戦を成功させるために協力するのがチームってもんじゃないですか。うん、そう言われたら反論できん。真面目だな。いいだろう、お前よりはうまくやってやるよ。おところどころで質問を頼むぞ。アシスリ、試合のペースは俺が作ってやる。やる気満々じゃねえか。意外にもやる気満々だったな。まあちょっとじゃあ真田には協力してみるか。協力的にやってみようか。さっきのが俺の本気の力じゃねえぞ。たまたま調子が悪かっただけだからな。あ、もういいっていいって順平。あまりの意気はしないが、負けで終わるのは気持ちが悪い。次は勝つぞ。勝負ごとには負けたくないって。まあ確かになんかちょっと腹立つ感じだったしな。向こうからしたらこっちの方がね、腹立つ男たちなんだろうけどね。高校生のガキがなんか一枚ナンパなんかしやがってみたいなね。女性たちの気持ちが分かる、非常に。お、なんか大人のお姉さんじゃないか今回は。お、標的見つけたっすよ。そもそもその標的っていうのやめろ。ん、真田どうした。何やってるんですか真田さん。早く手本見せてくださいよ。うるさい、黙ってろ。緊張してんのか真田。珍しく。ねえねえ信子、あの子こっち見てない。あ、本当だ。まさか目で殺す作戦。え、よしえ、よくそっから見えるね。信子とよしえ、古風なお名前。ほら、よし、戦いのゴングだ。真田慣れてるね、女の子の扱いに。いやこんにちは。あの、和が和音の和なのかちょっと腹立つわと。突然で申し訳ないんですが、ちょっと聞きたいことが。何？好意的だよ。あの、連れの人とかいないんですか。まずそこを確認しないとね。連れの人？ナンパのつもり？お、ナンパじゃないけど、ただもし暇なら話をしたいだけというか。それをナンパと言うんだから、思いがけない話題に出会ったりとか、お互いいい刺激になるかもしれない。うん、だからそういうのをナンパって言うんでしょ。今時運営でナンパなんてキモいよ。キモいらしいぞ純平。いいじゃん、どうせ暇なんだしさ。結構君らかっこいいし。まあ確かにな、見た目はいいからな。たく信子ったら。いやね、私たちいくつに見える。うわ、うぜえ質問。僕らと同じくらい。でもそれはちょっと低く見積もりすぎてキモいって言われそうだな。二十歳ぐらいじゃない。マジまだそれくらいに見える。いや、お世辞でも嬉しいな。実際はもっと上なんだよね。そうでしたか。それほどの上の人となると、ちょっと僕らとは年が離れすぎてるんで、追い飛ばしましょうか真田先輩。いやそれほどの上となると、大人の魅力全開みたいな。なんか若いのに口がうまいな、本当。なんか逆に嫌だよね。君たちはいくつなの。あ、正直に言っちゃうと俺たち高校生です。生意気だよな。自分は来年卒業ですが。わあ、なんかショック。危うくエトが一回りするとこだったわ。あー、じゃあアラサーってことか。だいたい話題とか合わないと思うよ。私たちの話しても面白くないでしょ。何にも面白くないんですよ。ちけ、何も面白くないけど、ちょっと真田を勝たしてやりたいな。おー、面白いですよ。また君たちにして面白い話なんてないな。会社の上司の愚痴とか聞かせるよ。上司の愚痴ですか。場合によっては興味あります。まあ社会勉強の一つとしてね。なんか君嘘つけないタイプだね。無理しなくていいんだけど。ちょっとよし、話の腰折らないでよ。興味あるって言うんだからそれでいいじゃんか。つうかこんなことじんじってないで別荘戻ろうよ。あいつら待ってるよ。あ、連れいるのか。あいつだって彼氏。おっと、そっか、ごめんね。待ち合わせの時間になっちゃった。ああ、私たち別荘地で彼氏たちとバーベキューしてるから。よかったら来てね。行くか。じゃあね。やれやれだ、ちょっと俺たちもバーベキューするか。つか、真田先輩。なんか俺たち、かっこ悪くないですか。そもそもこのナンパをしようという行為自体がかっこ悪いということに気づいてくれ、純平。そもそものにな。
サマン先輩背中にでっかく SOS と書いてあるし、司お前全然加速してないじゃん。お前の返答が良ければうまくいってたかもだぜ。次は本当頼んだぜ。これうまくいったところで何なんだよ。遠くから眺めてるんじゃない、水着みたいんだったら。会話しても面白くないと思うけどな、本当にその女性たちが言うように。おかしいな、勝てるはずだったんだが。そうだな、サナズ先輩パワーも学校の卒じゃ意外に効かねえのな。言うて高校生のガキですからね。あー、もうなんか女性陣いなさそうだぞ。外はまさかビビったんじゃねえよな。早く声かけようぜ。うぜえ。なんだこのイベント。お、お一人様じゃん。一人だったら暇なんじゃないか。女性一人か。女性一人に男三人で声かけるってのもなんかちょっと嫌だな。ちょっと話しかけようぜ。なんか嫌な感じするよね。すいませんお姉さん。あら何、綺麗なお姉さん。うん、時間ある、一人。なんか軽いな。お一人、見ての通りたった一人よ。一人というより一人なのよ。ところで見てたよ、あなたたちさっきからナンパしてたでしょ。見られてるやん。でどうだったの。うん、まるでダメ男でしたね。本当？じゃあもっと頑張んなきゃ。ナンパがナンパ中。高校生とは思えないギャグ。お前いくつきの影響受けてんじゃねえか、純平。おい、それは。ハマった。それツボ入った。親父ギャグすぎてウケる。多分この親父ギャグがウケるぐらいの女性だから多分一人なのかもしれない。それは失礼すぎたか。でも君たちそれじゃあ女は口説けないわよ。全然エスプリが足りないもの。エスプリ？エスプリ？エスプリってのは気が利いてるってことよ。女性ごとにセリフを変えたりとか、聞いてほしくないことを聞かないとかさ。そういう女性に気を使うってこと君たち全くなしそうだもんね。ないだろうな。デリカシーの手の字もない。特に君ね。純平な。俺っすか。そう、君圧倒的に女性経験が足りない感じ。そこのクールな君はかっこいいけど、女性の扱い方はまだまだ知らないのかなって感じ。まあね、女性に興味ないからね。まあそうかもしれない。俺はけど、私に興味があるのなら君たちに付き合ってもいいかな。ちなみに俺昨日ね、ゆかりっち抱きしめてるからね。女は抱いてるからな。マジっすか。綺麗なお姉さんが女性の扱い方を教えてあげたいな。うふふふふ、扱いたいです。これなんかニューハーフ落ちとかじゃねえだろうな。けど教えてあげてもいいけど、さすがに3対1はきついかな。一人選ばせてもらってもいい？できれば面白い人がいいんだけど。面白い人、じゃあ順平。順平行ってきな。面白い人だってよ。お前分かってんじゃん。俺がお姉さんを楽しませますよ。なんてこと言ってんだこいつは。じゃあ楽しもうね。おいちょっと待て。なんすか、俺のサマーラブを邪魔しないでくださいよ。サマーラブ、あ、顎に一本あってはならんものが。やっぱりな。いや気づいてたよ俺は、なんとなく。え私剃り残しある。まさか顎に一本どころかね、お股に一本あってはならぬものが。いやもううまく騙せたと思ったんだけどな。残念、可愛い男の子をたぶらかしたったのに。あんななんかビキニ履いてるってことはもうあれなのかな、手術済みなのかもしれないね。術後なのかもしれない。嘘だろ。ちょっと君たちには早すぎたかもね。そっちに目覚めたらまた誘ってね。やれやれですよ。まあ大体こういうもんなんだよな。何のイベントなんだこれ。うまくいかねっすね。ああ